はい。こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。すでに、だいぶ酔っ払ってますけど。今回飲んでいくのは、ウイスキーの、ブラックニッカクリアの茶は、ブラックニッカ、リッチブレンドという新発売の、俺の大好きなニッカウイスキーのね、新商品ということで。ね。こちら確か1200円ぐらいだったかな。です。買ってから結構経ってるんですけど。まあ、ちょっとね。酔いのね。ちょっとき、黒霧島とね、赤霧島ちょっと飲んでて、だいぶ酔っ払ってるんですけど。まあ、ね、ちょっと。やっぱりちょっと酔った勢いでちょっと飲んでみようかなと。ね。飲んでみたかったんですよ、これ。ね。ブラックニッカリッチブレンド。芳醇なコクと、華やかな香り。爽やかな余韻のウイスキーです。こちらですね、結構俺2チャンネルの、ニッカウイスキーの、2チャンネルのスレを見るんですけど、結構評判いいです。うん。700ml で、アルコール度数 40%。ですね。うん。ということで、こちら。まあ、ブラックニッカー、じゃあ、ブラックニッカーの、ウイスキーに関しては、僕は、まだ、クリアと、あと、うん。クリアぐらいしか飲んだことないですよね。ブラックニッカはね。クリア大好きなんですけどね。僕。特に冷凍庫に入れとくと大好きなんですが。こちら。飲んでいきたいと思います。非常に楽しみですね。はい。ショットグラスでいただきたいと思います。ストレートで。乾杯。香り、うん。香りは、俺は、ちょっとよくわかんないですね。うん。うん。うん？甘い？非常に甘いです。ストレートで飲む限り。口の中にかなり甘さが広がってきて、香りも、ブワーッと甘い香りが漂いますね。ブラックニッカクリアに関しては、比べるとね、こっちの方が華やかな香り。で、甘さも、甘い気がするんだけど、気のせい。うん。うん。うん。美味しいけど、もう、うん、美味しい。っていうかね、非常に香りが強い。これは。これは思った以上に。香りが強い系なんだ、これ。ああ。これはちょっとあれだな。香り強いから、やっぱりストレートがうまいんじゃない？香りが。ロックにすると、やっぱり、香りが死んじゃうパターンですよね。原材料、モルト、グレーン。うん。ただね、まあ、確かに香りクリアに比べたら、全然香りめっちゃ強いです。2チャンネルのスレに関して、言うと、こちらはですね、
ブラックニッカクリアを飲んで、で、ちょっと、ウイスキーが嫌いだったんだけど、好きになっちゃったみたいな感じの人。結局、ブラックニッカクリアって、やっぱりかなり飲みやすさが重視なんで、うん。ちょっと、ウイスキーの本場にこう、突っ込んでいけない人に一役買ってるわけですよ。結局。うん。その人には、やっぱり、ブラックニッカクリアって、非常にいい、まあ、材料になってるわけですね。うん。で、それを飲んで、ウイスキーがちょっと、興味が出てきたっていう人におすすめするのが、次に何を飲めばいいかなって思った時に、これが来るわけですね。っていうのが、一応2チャンネルの、このブラックニッカのリッチブレンドの役割になってるらしいんですよ。うん。うん。ストレートで飲む分には非常に甘いです。ブラックニッカクリアよりは甘さが非常に強い。ブラックニッカクリアは非常に飲みやすさが重視だったんですけど、こちらは、飲みやすさというよりは甘さがかなり重視されている感じに、俺は思います。うん。まあそういう意味で飲みやすいといえば、飲みやすいんですけど、クリアに関しては、ここまで甘さはなかった。うん。だから下手するとこっちの方が飲みやすいんではないかと俺は思います。うん。うん。そうですね。で、普通ストレートでウイスキー飲むときって、まあ、大体やっぱり常温なんで、まあ、大体ウイスキーって、ロックとかで飲むのが多いと思うんですけど、うん、まあ、俺は、最近になってやっぱり、ウイスキーは常温で飲んだ方がうまいなって思ってる次第なんですけど、これはやっぱり非常に香りが強いので、ロックで飲んだら多分、まあ、ロックで飲むと絶対香りは落ちる。プラス甘さも落ちると思うんですね。まあその分ドライになる。甘さが落ちて、まあさらに香りも落ちる。となるとやっぱり、あんまりこれでは物足りないなって思う人はやっぱりロックで飲むべきなんではないでしょうかね。俺はやっぱりストレートで飲んだ方が非常に好きです。うん。でね、全く関係ないんですけど、最近というか先ほどですね、腰痛の、この、赤霧島ちゃんですね。の、なんか霧島酒造のね、四つ目のチャンネルがあったんですよ。うん。で、そちらを、見てですね、見ながらちょっと、その動画を見ながら、赤霧島飲んでね、うめえとか思いながらね。ああ、なるほど、こういう感じで作ってんだかー、みたいな感じでね。ああいう動画を見ながらね、飲む酒は最高なんですが。うん。その赤霧島と、まあ、僕がまだ飲んだことない赤薩摩っていう、焼酎、芋焼酎ですね。を、
と、飲み比べというより、聞き酒をしてる人がいたんですね。四つ目のね。その、おすすめみたいなところから、動画からね。探して、それの、見てたんですけど。もうやっぱりね、まあその方二人でやってるらしいんですけど、みたいなんですけど。うん。で、方言が結構関西方面。なんで、多分関西人、大阪人とかそこら辺の人じゃないかな。うん。やっぱり、二人でその動画を撮ってるらっしゃるんで、結構ね、お礼みたいなね、動画、まあ、上げてる、一人で上げてる人からすると、まあ、非常に、会話がこう、ボボボンと出てくるわけですね。ボボボンとね、出てくるわけなんですけど、そこがちょっと、まあ、羨ましい。という感じで、うん。で、赤薩摩にもちょっとね、飲んでみてな、という感じはしてきたんですね。で、その動画の赤霧島と赤薩摩の飲み比べて、どういう違いがあったかと。言うと、やっぱり赤霧島っていうのは、俺が思った通り、っていうのも、まあ、後付け設定なんですけど。まあ、飲みやすいと。はるかに飲みやすいと。で、初心者向けだと。香りが強い。まろやか。とかね。もう、まあ、そんな感じなんですよ。でも、赤薩摩はやっぱり上級者向け。淡麗とかね。そんな感じでしょ。うん。芋っていう感じの芋。多分俺が思うに、白波ぐらいの芋っていう感じの焼酎じゃないかなと思うんです。うん。実際、この赤霧島と、黒霧島、飲み比べてみても、まあ、一目瞭然。もうどう考えても、黒霧島の方が、断然、ドライな感じなんですね。結局。やっぱりね、口に含んだ瞬間に、もう赤霧島は、ブワーッと光り広がるんですよ。で、ブワーッと広がって、シュンっていう風な感じ。こう、チューってこう、ブワーッと広がって、ヒューって、なくなっていく感じ。なんですね。まあ、いわゆる、まあ、そうですね。簡単に言うと、短距離ランナーみたいな。短距離走が得意な。もう、スタートダッシュでバーッと行って、ヘロヘロって言って、落ちていくパターン。で、黒霧島に関しては、最初含んだ時は、ん?っていう感じの、ちょっと、こうね、普通な感じで行って、その後に、ブワーッと広がってくる。感じの。タイプ。ブワーッとまあ広がらないんですけど、ブワーッと広がって、後に残ってくる感じ。だから、まあ、中距離から長距離ランナーみたいな感じですね。簡単に。うん、で、このブラックニッカ、本題に戻ります。ブラックニッカのリッチブレンドに関しては、ブラックニッカクリアと比べて、やっぱり長距離ランナーではない。というのはわかります。うん。でも、長距離ランナーではないんですけど、
短距離でまず口に含んだ瞬間にブワッと広がるんですよ。これね。これはですよ。ブワーッと香りが広がり。で、なおかつ、まだ余韻も残し、みたいな感じ。うん。非常に美味しいです。結論から言うと、非常に美味しいです。ブラックミカクリアよか、はるかに美味しいのは間違いないです。はるかにというか、まあ、そうですね。うん。美味しいのは間違いない。です。うん。間違いないな。これは。うん。間違いありません。ということで、かなりね、意味不明な感じに終わりましたけど、これはそうですね。まあ、ブラックニッカクリアを上回った、ブラックニッカということで、ブラックニッカクリア自体、確か4つ星か5つ星つけてるんですけど、まあ、やっぱり確実にこれ5つ星ですね。うん。まあ、後々ちょっとね、個人的に、ロックとかで飲んでみますけど、うん。まあ、それに関しては、ロックで飲んでまずかったらまずいで、まあ、評価も付け直しますけど、とりあえず、今のところ5つ星ということで。うん。それではご視聴ありがとうございました。